元おにゃんこクラブのメンバーで、今年ソロデビュー35周年を迎えた歌手の渡辺美奈代、五竜一、谷竜四家に自身のインスタグラムを更新し、前日に東京、白金台のシェラトンとホテルで行われた毎年恒例のバースデーライブでの衣装を公開した。渡辺はデビュー衣装のスカートを再現してみた、と説明をつけて、ふわふわのミニスカート姿を公開した。コメント欄ではポニーテール姿のミナヨちゃん可愛かったです。学校帰宅してユーニャン見るの楽しみでした。懐かしいです。当時の写真かと思いました。覚えてます。この衣装などの声が寄せられている。渡辺は29日に記念シングルビッグラブをリリースする。スポーツ報知のインタビューには80年代のアイドルであることを忘れずにいたいとバースデーライブへの意気込みを語っていた。